先頭に錦糸町まで3キロほど渋滞しています。引き続き江戸橋ジャンクションを先頭に錦糸町まで3キロほど渋滞しています。引き続き木更津方面へ走行中の方にお知らせします。工事のためこの先の茨城インター付近6キロポストで第一走行車線が規制されています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えします。あなたの実装の電話は何ですか？